一番の目的はなんちゃらさんの息子さんの亡きがらこれを回収するっていうのが多分一番の目的だったんじゃないですかね。それでいて、まあ4匹以上殺しちゃダメだよっていう縛りの中でやったんで、はあ、辛かった。どっかでそのなんちゃらさんの息子さんのお母さんがいるはずなんですよね。多分この家かな。あ、猫か。びっくりした。あ、人がいますね。お話ししてみましょうか。テルマンさんと、ジェバドさんと、ソナーさんですね。まあ、じゃあテルマンさんから。どうすんだ、ジェバド。このままじゃまずいぞ。海に出れないんじゃ。金にならないじゃないか。ん？すまんが、お前らは何者だ。悪いが今日は魚はないよ。もっと平和な時だったらな。でもここ海とかじゃなくしに内陸じゃないの？待て、ジェバド。もしかするとこいつらが助けてくれるかもしれない。信頼できそうだぞ。そうかな？ああ、そう。問題のことか。無礼な態度で申し訳なかった。俺たち貧乏人は今までこんなに大変なことが起きたことなんてないんだ。だからどうしたらいいのかわからない。あの女が雨に打たれて溺れるまで船が出せないんでね。ん？あのウンバーリーの女のせいだ。あいつだ。テルマン、落ち着くんだ。彼が言いたいのは、我々がクソったれ、アバズレ女王のウンバーリーに使えるプリーステスにどやされているってことだ。なぜかわからんが、漁に出るときは必ず天候荒らしやがる。ああ、嫌がらせされてるんだ。ウンバーリーってのは何でしょうね。神様の名前なんですかね。例えば、しけの女王みたいな、しけの女神みたいなことなのかな。で、彼らが船を出そうとするときに必ず、そのウンバーリーに使えてるプリーステスに、まあ、邪魔されると。たまったもんじゃないですね。仲間が2人も桟橋で波にさらわれたんだが、あいつの仕業だっていう証拠がつかめない。だから誰か力がある者に彼女をどうにかしてもらいたいんだ。金はあまりないが、その代わり俺のじいさんが冒険時代に使っていた魔法の武器をやろう。これでは物足りないだろうが、お願いだ。我々漁師を助けてくれないか。まあだからそのプリステスが言いづらいな。本当に犯人かどうかがわからないですよね。なかなかの申し出だ。任せとけ。わかった。じゃあ、なかなかの申し出だ。任せとけ。ああ、やはり正義ってものを知っていたか。プリーステスは北にある小さな小屋に隠れている。背後に気をつけて、行動は素早くな。あいつに油断は禁物だ。勇敢な友よ。幸運を祈っているぞ。はい。フレンドリーアーム、なまっちゃった。フレンドリーアーム、北方の漁師たちのために、ウンバーリーのプリーステスを殺すと約束した。プリーステスは彼らを苦しめて数人殺したらしい。プリーステスはバルダーズゲートに架かる橋の東方に住んでいる。ほう。これ、このフィールドなのかな？ここじゃなさそうだね。うん。まあ、どうもこの先も続くお話かな？はい。もう一回話してみる？やったのか？あの女を殺したのか？いや、まだ殺してない。もし手に入れたらまた来いよ。何を手に入れたらってことなんですかね。はい。テルマン。テルマン、がっつきすぎだろう。ここ集落なんですね。まあ人ん家入ったら宝箱漁るよね。鍵かかってんのかよ。ご丁寧に。イモちゃんな、鍵開けらんねえからな。諦めたわ。さすがにね、鍵かけてる宝箱をこじ開けてまでっていうのはね、あ、これかな。あ、違うな、これ3なら桟橋だもんな。バルダーズゲートのにかかる橋の東の方に住んでるって言い方してたよね。同じ集落に住んでるとは思えないので、ここにはいない。このフィールドではない別のフィールドにいるのかな。
と鍵ぐらい開けといてよ。開けらんないかな。ほんとセンスねえな、鍵開けの。あっ、開いた。いらねえ。こんなもんか、所詮。ね、貧乏人ってわざわざ彼らは言ってたのに、その貧乏人の家にわざわざ上がり込んで、鍵をわざわざこじ開けて、物色した挙句に、いらねえ。こんなもんかよ。ひどい。ひどいわ。綱さん、ほんと、どんどんひどくなってく。あと、真ん中行ってないのかな。いやー、しかし、アンクヘッグがひどい。多すぎ。お話ししてる間って平気かな？この人誰？あ、農夫、ブランさんです。いましたね。息子さん、息子さん抱えてるんですけども、バッグの中に。どうしましょう。失礼。お願いじゃ。誰か助けてくれんか。わしは他に希望がないんじゃ。お優しい方々、助けてくだせ。わしの農場が大変なんじゃ。しかしわしはもう若くない。何も価値あるものも差し上げられんが、お頼みます。はい、なんだっけかな。もう他で助けを求める必要はない。何をすればいいんだかな。はい、何をしたらいいの。おお、ありがたき大いなる母よ。息子の姉さんが友達と迷子の子牛を探しに出かけて、そのまま消えてしまったんじゃ。ああ、もう何日も経ってしもうた。野党だらけの物騒な中でどうなっとるのかが気が知れん。どこへ行ってしもうたかわからんが、野やん近くで西に向かって足跡みたいなもの見た。息子を探してくれ。姉さんなしじゃ何もできん。これはちょっと言い出しづらいですね。どうしましょうか。どうなんですかね。農夫ブランの息子、フレンドリーアームの北でブランという農夫が彼の息子の姉さんを探してほしいと言ってきた。息子は野党に待ち伏せをされていたのではと心配していた。ブランが言うには、畑の西側に怪しい足跡が残っているらしい。私はそこから見ていこうと。まあ、亡骸を、かわいそう、かわいそうだな。ちょっと待ってくださいよ、この選択肢。ちょっと今まで、このゲームやってて今まで一番なんて答えていいかわからないな。いやー、知らないふりをしとくのも優しさの一つだとは思うんですけど、どこかで元気でやってるかもしれないっていう想像ができる余地を残しとくっていうのもあるじゃないですか。でも泣き殻をブランさんに渡すのも間違いじゃないとは思うんですよね。これ正直に答えてみる。すっごいかわいそうなんだけど、姉さんは死んでしまった。奇怪な野獣の群れからお前の農場を守るため命を懸けたんだ。それはわからないですけど、うわ、かわいそう。まあ、ちょっと正直に答えてみますか。ずっとさ、泣き殻抱えてるわけにもいかないですもんね。そんな、わしのたった一人の息子なのに、なんたる不吉な日じゃ。息子はこの農場のために死んだんじゃ。わしはもう老いぼれで人を雇う金もない。わしは息子も土地もなくしてしもうた。息子の死を知らぬよりはいいんだろうが。
探してくれてありがとう。悪いが、わしを一人にしてくれ。農夫ブランはひどく取り乱しながらも息子であるネイさんの遺体を引き取った。アイテムを一つなくしたとか書くなよ。そこはちょっと配慮しようよ。そこめちゃくちゃかわいそう。どうすればいいんじゃ。ブラン、荷物がいっぱいなんだ。頼むからこれを持ってくれないか。重すぎて疲れるんだ。ひどいな。じいさん、前が元に戻れるまでゴールドを払ってやってもいいんだか。どういうことかよかね。こんなこともあるさ。さよなら。冷たい。うわー、ひどいわ。私、グリムドーンというゲームも並行して実況やってるんですけども、あっちの方って結構こういう救いようのないお話がバンバン出てくるんですけど、バルダーズゲートに関しては、なんか、珍しいですね、こういうお話出てくるの。はい。一応まあ、マッピング終わりましたね。ちょっと後味の悪いイベントがありましたけども、もう仕方がないです。あとは、この、なんでしょうね、漁師たちが、プリステス殺してくれって言ってまして、ここにいないので、多分、どっか、まあ、バルダーズゲートにかかってる橋のそばに住んでるとか言ってるから、そこでまあ、イベントが続くのかなとは思います。あと、何でしたっけ？なんか、アンクヘッグ間引く話は、誰にこれお話ししたらいいんだ？さっきのお姉さんどこにいる？いないよね。あれ、どこでお話ししたっけかな？出てきた。でもさ、間引きすぎると良くないとは言うけども、実際人的被害が出てるので、これある程度、アンクヘッグは、やっちゃった方がいいと思いますけどね、私ね。個人的な感想ではあるんですけど。ねえ、15% 増えるからっつうけどもね、人一人、ねえ、亡くなってる以上は、ある程度、まあ、絶滅まではいかなくても、ちょっと、数減らした方がいいんじゃないかな。わお。ま、こんなところですかね。とりあえずは。はい。そうすると、あ、ここだ。この辺にいるのかな？東。あと、ま、クロークッドにすぐ行けるんだけれども。行ってないところに行ってもいいかなと思うんだよね。ウルキャスターだの、ファイアーワインブリッジだの、あとここなんだっけ。ここは行ったのか。これあれだ。ひどい目に遭ったとこだ。そうだね。もしかしたらちょっと次、ファイアーワインブリッジあたり行っちゃおっかな。ちょっと考えます。はい。ゲルデさんだ。よくやってくれたわ。10匹を超えてないわよね。はい、75ゴールドよ。今日は十分働いたから町に部屋を見つけて休むといいわ。アンクヘッグを倒すのは骨が折れるが、ゲルデから支払われる75ゴールドの報酬のためなら苦ではない。そうかな。そうかな。むしろアンクヘッグの殻を打った方が金になるんだけどな。もう一回話すと何になる？あ、それどころではない。これさ、この後勝手にアンクヘッグ倒しててもいいのかな？怒られたりしないのかな？どうなんだろう？